から大発祥、はい、オンライン教育というドル箱の話に入りますね、はい、アメリカでは70年代にベトナム反戦運動や公民権運動の流れの中で伝統的な価値観にとらわれない新しい学校を求める教育改革の動きが生まれた。資金を給付した当時の慈善家たちは金を出すが口は挟まないというチャリティー精神を貫いたため、運動計画用に価値を認めればあとは申請者に委ねる方式を取っていた。そのためこうした学校の多くは規模は小さくても教育の質にこだわる創設者たちの思いが反映された。子どもファーストの運営が実現して、だが80年代以降規制緩和で野放しになり、巨大化したウォール街とグローバル企業群によってあらゆる公的分野をビジネスに変える新自由主義の大波が国全体を飲み込んでいく。教育分野も例外ではなかった。大きなきっかけを作ったのは1983年にレーゲン政権下で出された報告書、危機に立つ国家だ。同報告書は学力低下の責任は公立学校と教員の怠慢や教職員組合にあると批判。これに保守層が共感し、アメリカの教育改革は投資家たちの望む公教育の民営化、それともう一つ新自由主義的教育改革の方向へ邁進し始めた。マスコミが公立学校と教職員組合の批判に焦点を当てる一方で、政府は同じ公立学校でも国の規制を受けない民間運営のチャータースクールに補助金をつけ、保護者が学校を自由に選べるバウチャー制度を導入した。チャーターとは貸し付けるという意味です。1992年にミネソタ州で全米初のチャータースクールが誕生した。その後、フロリダ州で納税者の税金を民間企業が運営するチャータースクールに流すバウチャー制度が始まった。この流れに沿って子どもたちのための寄付行為もそのコンセプトが大きく路線変更された。2002年の時点で教育分野に資金を提供した上位50団体の合計寄付金額の4分の1はマイクロソフト創業者のビル・ゲイツによるビル&メリンダ・ゲイツ財団と世界最大のスーパーマーケットチェーンウォルマートの創業者サム・ウォルトンのウォルトンファミリー財団が占めていた。ここに不動産王のエリー&エリー・ブロード財団が加わり、20世紀の慈善事業三大巨人が誕生した。資金はより潤沢になったものの、彼らはそれまでの慈善家と違い、自分たちの投資をチャリティーで終わらせる気はなかった。資金をきっちり回収するために事業内容どころか運営そのものにも大いに口を出す。彼らにとって寄付とは目に見えるリターンをもたらすべき投資行為なのだ。効率よく回すために達成すべきゴールや期限、そこに最短距離で到達するための人材の厳選や経営方針などは、親や教師など一つではなく、すべて資金を出す財団側がパッケージで提供する。運営は同じ経営理念を持つ外部機関に資金を出してやらせるか、自分たちの意のままになる財団を設けて、間接的に運営させた。チャータースクールには、期限内に数字で一定の成果がないと廃校になるので、せっかく投資しても、会議の運営が失敗したら元の子もない。ベンチャー型チャリティと呼ばれるこの新たな手法は、投資家にとって素晴らしい3つの特質を伝えて、1つ、企業イメージが良くなること。2つ目、投資をした分が税金控除の対象になること。3番目、公金が投入されるから、あらゆる分野に応用が効くということだ。かくて、
参入する企業家と富裕層の数が爆発的に増えていった。なるほど。つまり金儲けになるからね、かつての慈善家と違って投資行為として彼らは慈善事業を利用しているわけですよね。マスコミが公立学校へのバッシングを展開する中で、チャータースクールの広告には保護者にとって魅力的な言葉が散りばめられる。低所得層やマイノリティの子どもたちにも質の良い教育が受けられるチャンスだが、描かれるイメージと現実は違っていた。良い点数が出せない学校は認可が取り消されるというシステムの中のゆえに、チャータースクールには障害のある子どもや成績の悪い子どもたちを入学させるリスクを避ける、学校の価値を落とさないように、数字で結果が出せない生徒は速やかに退学処分をさせるわけですね。退学処分とない成績の悪い生徒には初めから入学のハードルが高く設定されたのだ。チャータースクールは子どもたちの安全と健康に関すること以外は、通常公立の学校に課される州の規制や財務状態の監視、教員評価制度などが免除されているため、設備は最小限、利益は最大限の法則を忠実に実行できるのだ。その結果、2012年度までに全米42州とワシントン DC がチャータースクールを承認する法律を導入。チャータースクールがアメリカに誕生してからわずか20年で200万人の生徒を入学させることに成功したんだ。今400万になってるんじゃないかと思いますけどね。こうしてチャータースクールは5年から7年で2倍のリターンが保証される、極めて有望な投資商品として完成した。だが、この利益至上主義のせいで、現場では教育内容の質の低下をはじめ、様々な問題が出ている。チャータースクールの多くは、生徒の退学率が高い、推進派が強調する、公立学校よりも成績が向上する、費用が安く済むという、二つの利点は、どちらも現実には反映されていなかった。公立学校よりも成績が上がるというデータは出ておらず、コストを削減した分も自治体や学校ではなく、多くの場合、運営する民間企業の株主たちに還元されている。利益至上主義で運営されるチャータースクールの劣悪さが、政治家への献金と広告代理店の力で抑えきれなく消えなくなる時が必ずやってくるだろう。現実、それは現実化してますよね。抑えきれなくなっておるんです。政治家のロビー団体を使って抑え取ったんですけどね、今はそれを抑えきれなくなってるんですね。ではどうなるかというと、子供たちのために公教育の価値をもう一度見直す空気が全米で確実に従って、確実に、大きくなってるんです。チャータースクールは安上がりで済むのって安上がりで済まない。そして、性質の悪い子供は入れない。障害のある子供は入れない。つまり、平等教育じゃないことを彼らはやってるんだ。そういう声がだんだん大きくなってきてるんですね。したがって従来の学校が価値があるんだということですよね。こういう流れがあります。一応今日は、これでおしまいします。ありがとうございました。はい。